と言います。続いて右側、キバのない方、のウーヤと言います。よろしくお願いします。それでは、お話の方からお酒みたいな進めていきます。何と言っても一番の特徴は2本の大きな牙です。もともとは3つにもこの牙は生えているんですが、2本の牙はないのは理由がありまして、小さい頃に牙の付け根にバイキンが入ってしまったんですね。牙を取り付けしました。大学時代まで来まして、ロケスタルにも全身バスの大好きだったんですが、手術は無事に成功しまして、今では現実体に生活をすることができています。本来であれば、今は愛している生活を皆さん覚えてみてください。さあ、続いては2頭陸馬に上がってきまして、得意技をご披露します。水引きですね。この水引きは前回でも使っていまして、砂の中に潜っている貝を掘り起こすときに使っているんです。手打ち主に二枚貝などの貝類を一緒に使って生活しているんです。さあ、今日は器用ですからね、出す量まで調節できるんですね。見かけによらず非常に器用なところもあるんですね。ウーリアはそれに比べて、ちょっとね、大雑把な生活をしています。そしてだんだん地域にかけようとしていますね。出す量は調節できないんですけどね、うちよりもさらに上手に飛ばすことができるんですね。はい、それでは、2頭の得意技水引きをご覧いただきました。続いては小樽水族館の生物たち、一体何を食べているのか、ここでご紹介しましょう。仰向けになってバケツを持っていますね。さあ、生地が持つとおもちゃのように見えますけども、このバケツにはたくさんの魚が入っています。まず1つ目はホッケです。ホッケを一匹丸飲みで食べているんです。他にもありまして、これはイカナゴという魚です。人はあまり食べませんけどもね、この魚を生徒たちは毎日、この2種類の魚を現在食べています。オスのうちで1日に36キロ、ウーリアでも20キロ近くの魚を食べてしまうんですね。食べるときは丸飲みで食べているんですよ。さあ、食事の後は運動もしていきましょう。今日の運動はお相撲を取ってみましょう。現在1300キロのうちを一体どれくらいの力があるのか皆さん見てみたいですよね。セウちゃん非常に力があります。ここで体重60キロのトレーナーがお相撲に挑んでみましょう。ガッツポーズで発表は生放送アルカルトを下げていきますよね。ですけども優勝が負けてくれました。これは八百長試合ですからね、セウちゃんは弱いわけではありません。宇宙だからできる得意技だったんですね。そのお礼に飼育員はいつもよりも多くのお魚をあげていますね。さあ、続いては生物の頭のいいところもご覧いただきましょう。人間の出す声と生物の動きにご注目です。はい、皆様お分かりいただけましたか。今すべて声でサインを送っていたんです。それは人間の雑談を聞き分けていろいろなことができるんですね。バイバイというと前へ座っている仕草を見せてくれます。そして恥ずかしいという方には顔を隠す仕草を見せてくれるんですね。非常に頭の下から皆様にご覧いただきました。続いてはそんなセイウチの鳴き声も聞いてみましょう。セイウチたちはこのお互いの鳴き声を使いましてコミュニケーションもとっているんです。まずはオスのウチオからです。はい、男らしい鳴き声でしたね。続いて女の子のウーリアも聞いてみましょう。ウーリアの方も男らしい気もしますけどもね。このように鳴き声の違いがありまして、コミュニケーションを取っているんです。宇宙とウーリアは夫婦になって
20年以上という熱々の空気なんです。今でも熱々なんですけども、どれくらい熱々なのかここで見せてもらいましょう。パジトを振り回して注意をしていますね。非常に熱々ですね。ありがとうございます。すごくいい音が鳴りましたね。今のはベタベタな演技だったんですが、皆さんにお分かりいただきたいのは、2頭仲のいい夫婦だということ、そしてウーレの方が強い宝塚なんですね。現状は全然ウーレには頭が上がらないんですね。それではそろそろお別れの時間です。最後はご挨拶をしましょう。大きな前足を振ってご挨拶です。皆様にさようなら。はい、以上で投げキッズのプレゼントがありますよ。皆さん受け取ってあげてくださいね。はい、それではウレもしていますけども、肘を見てバケツしか見てませんよね。これもウレの性格と思います。それでは以上をもちまして政治の食事タイムを終了いたします。この後怪獣公演ではアザラシと天神と子供賞の順番で今日行います。どうぞこちらもご覧ください。最後にもう一度生徒の皆さんの近くにしますからね、まだ近くで、見たいというお客様はぜひ、ガラス園でお待ちください。